これまで外からの刺激とそれに対する反応ということでどの神経をどんなルートで通るのかっていうのを勉強してきました。ちょっと復習な体の中の神経通した情報のやり取りっていうのは神経系っていう器官で行われてるんでその神経系は2つあって脳と脊髄を合わせて何だっ,たっけこれは中枢神経なで運動神経と 何やったっけこれは末梢神経やなこの2つの神経系ってやつで体の中の神経を通した情報のやり取りが行われているとじゃあ具体例として手を握られたら次の人の手を握るっていう刺激と反応に関してどの神経をどんなルートで通っていくのかって確認しましょう手を握られたらっていうのは感覚器官である皮膚で刺激を受け取る 感覚器官につながっている感覚神経に情報が行き。で、脊髄に行き、で、脳に行き、脳が次の人の手を握りなさいっていう命令出すねんな。で、その命令は一旦脊髄まで行き。手を握るっていう筋肉を動かすために運動神経に行き。で、最終的に 運動機関この場合は筋肉に情報が伝わって次の人の手を握るっていうこういうルートをしてね実は刺激と反応に関してこういう経路だけじゃなくてこれ以外にももう一つ別の経路をたどる場合がねんなそれをちょっと確認しておきますこういった場合です熱いものに手が触れると無意識に手を引っ込める無意識っていうのが実はポイントでこれは脳みそは関係ないんですよ 脳は関係なじゃあこの場合はどういった経路をたどるのかまず熱いものに手が触れるっていうのはどこで刺激を受け取るかっ言ったら皮膚っていう感覚器官で刺激を受け取るとで感覚器官につながっている感覚神経まで情報が行き脊髄まで情報がいきますここまではさっきと一緒ただ熱いものっていうのは体にとってむちゃくちゃ危険なものやな だから感覚器官で刺激を受け取ってそれを脊髄まで行って脊髄から一旦脳まで行ってまた帰ってきて情報を伝えるにはこれ遠回りしているの分かるかなだから体にとって危険なものに関しては脊髄自身が手を引っ込めのって命令出すねだから感覚器官で刺激を受け取り感覚神経に情報を伝え脊髄まで行った後脳みそには行かずに 脊髄自身が命令を出してそれを運動神経に伝えで運動機関に伝えて筋肉を動かして手を引っ込めるっていう風になってますこういった刺激に対して脳とは関係なく無意識に起こる反応のことを反射っていう風に言います最後に反射の具体例を見ていきましょう 刺激に対して脳とは関係なく無意識に起こる反応のことを何やったっけこれ反射やな。反射の経路をもう一回確認しとこうか。例えば、熱いお湯に手が触れると手を引っ込める。さっきと一緒やな。手が触れるっていうのは感覚器官である皮膚で刺激を受け取り。その後、感覚神経を通って脊髄まで行くのにな。ここまでは一緒。 でも暑いっていうのは体にとって危険やからいった脳まで行かずに関係ないんだな脊髄自身が命令を出して運動神経に情報が伝わり運動機関の筋肉を動かすっていう脳みそには行かずに脊髄だけで完結するとこういう経路になるんだな他の例としては暗いところで目の瞳が広がるで暗いっていうのは光の量が少ないから 瞳を勝手にっていうのは目で言う黒目の部分ですその周りに光彩っていう光の量を調節する筋肉があって暗いところに行くとこの黒目が広がねな光の量を増やすためにみんなもう瞳を広げようと思って広がっているんじゃなくて勝手に無意識に広がっているからこれも反射の一つやねな。です、食べ物を口に入れると唾液が出るっていうのも反射です 唾液を出そうと思って出てるんじゃなくてこれも勝手に唾液が出てくるので反射あと体温を一定に保つ暑いところ寒いところに行っても大体36度付近で体温を一定に保っているのも反射のおかげなんですね